皆さんこんにちは、ラジコンマガジンの男屋さんです。毎回こんなスタンスで配信していますのでよろしくお願いします。こっちは助手のタネちゃんです。時々喋ります。タネちゃんです。今回もよろしくお願いします。タミヤさんから XV02 が市販され、教唱さんもフェーザーラリーコンバージョンキットなんていうね商品も展開してきて、要はまさに WRC 戦国時代。先日もオイラの地元愛知でラリージャパンが開催されましたしね。そうですね。ってことで、それにあやかって ABC ホビーさんからもラリー関連の商品が発表されました。そうなんです。このビッグウェーブに乗らないと。ってことで、床屋さんの RC ドランカー第34回は、時代は WRC だ、ライトポットをつけて電飾しようぜ、 ABC ホビー製ナイトステージシリーズのご紹介です。ありがとうございます。そりゃオイラは無類の WRC 好きですからね。これが来た時は、おお、マニア垂涎のアイテムじゃないかって小躍りしてましたからね。床屋さんなら分かってくれると思ってました。とは言ってもこれ他社の製品につけるやつですよね。そうですよ。いいんですか、自社の製品用じゃなくて。そもそもうちの製品にラリーカーってほとんどないですし、ランエゴにはライトポットついてますし。まあそうなんですけど、自社製のボディならね、ボディも一緒に売れて万々歳じゃないですか。他社製品用だとね、他社製のボディが売れちゃいますけど、ラリーを盛り上げるためにはいいじゃないですか。他社のボディもうちの製品も一緒に売れてくれれば、業界的にはありだと思いますよ。まあそれで良ければいいんですけど。それにうちもまだいろいろ準備していますので。お、それは楽しみですね。それまで WRC を盛り上げてつなげておかないと。オイラもラリーのイベントやりたくなってきますね。もうジジイなんでそんな体力ないですけど、ぜひやってください。気力と体力があれば。ってことで、 ABC ホビーさんのナイトステージをご紹介しましょう。まずは製品ナンバー1、フォードエスコート WR カー用です。ライトポットの他にヘッドライトやテールライトも電飾できるようにライトカバーが付いてます。ライトポットはマイクロピーニングでレンズカットまで彫られて、かなりリアルに出てますね。我が社の自慢の技術です。しかしこのエスコートのボディなんですけど、白で塗装された繊維しか出てないんですが、大丈夫ですか？ヘッドライトとテールライトを電飾する際には、トレルヤンで塗装を落としてください。そんなとこまで商売するんですね。結構骨の折れる作業ですが、塗装自体は綺麗に落とせますので、ま、頑張って落としてくださいね。未塗装の当時物を持っている人も勝ちって感じですが。次は製品ナンバー2、ランチャデルタ用です。個人的には一番好きですね、この小ざっぱりしたライトポットがいいです。でも組み立てるのは意外と骨が折れます。あとバンパーのウインカーの部分にシャハバ灯みたいなランプを入れるように指示されてますが、ここ実はケインホックのボルト穴なんですよ。だから LED は入れなくてもいいです。後で床屋さんに聞いてびっくりしました。でももう取説できちゃったのでそのままです。すいません。まあ今更仕方ないですね。ヘッドライトとテールライトも電飾できるようになりますが、なんとヘッドライトは顔を丸ごとすげ替えて作ります。タミヤさんのはプラパーツなのでそのままでは電飾できないから、それならいっそ丸ごとポリカパーツに置き換えればできると思いまして。しかも四角い部分を丸ごと切り抜いて内側から当てるだけできっちりすげ替えられる設計になっているので、取り付けも簡単です。ライトポットの LED が 5mm サイズで指定されていますが、昨年は 3mm でやっています。実はフロントグリルとの隙間があんまりなくて、かなり大胆な取り付けになりますので、おすすめは 3mm の LED ポットで、まあ、自作した方がいいですね。 LED の端子を 2mm くらい残してカットして、で直接リード線をハンダ付けして皮脂チューブをつけずに周囲なんかを塗布して絶縁します。とにかくスペース的にテープを巻く余裕もないので、ライトのレンズカットやグリルの模様までマイクロピーニングで精密に彫られてて実にリアルです。グリルなんてライトポットで隠すのがもったいないレベルです。テールランプの反射板までレンズカットされてるし、
肝心のライトポットのレンズも同様に再現されています。ちなみにライトポットの近くにある丸いモールドはですね、実写的にはパンチ穴なので黒で塗装して潰しておくといいですよ。まあ穴は開けない方がいいと思います。取り付けステーがちょっと繰り出すのは大変かもしれませんが、まあ、実際には本体をバンパーの上に貼り付けるので、そこの強度とかあまり気にしなくても大丈夫です。仮組みしたやつがあったのでこんな感じになります。次は製品ナンバー3、スバルインプレッサ2007年用です。まあ普通にライトポットだけの製品ですね。タミヤさんのインプレッサ前後ライトのね、電飾が標準でついてます。構成的にはボンネットランプとバンパーのコーナリングランプになります。ある意味一番組み立てやすい製品じゃないかと思います。仮組みしたやつが残ってるんで、まあこんな感じになります。現在このシリーズの全部のボディは名古屋の楽星模型さんにて展示されていますので、もしよろしければ見に行っていただければ。お次は製品ナンバー4、スバルインプレッサ2008年用です。これもインプレッサ2007と同様の構成となっています。ただこれはちょっとコンパクトなライトポットなので LED 3mm 玉を使用した方が作りやすいと思います。試作モデルではセンターの2つを 5mm、 その両サイドとコーナーリングランプを 3mm で製作しています。あと構造の関係でライトカバーの上にライトポットのボディが前後でかぶさるようになっているので、ライトカバーをサテンシルバーで塗装したら、そのつなぎ目に当たる部分を黒で上から塗装しておくといいです。カウルの隙間からライトカバーのね、あのシルバーがチラチラ見えるとかっこ悪いよね。そこが黒だったら目立たない。いつも細かい気遣いありがとうございます。せっかくならかっこよく組み立てたいですからね。最後は製品ナンバー5、トヨタ GR ヤリス WRC 用です。ライトポットの他にテールランプのライトカバーもあります。ハイマウントストップランプ用のもついてます。このヤリスのボディはヘッドライトのみ純正で電飾できますが、テールランプ用はないんですよね。そしてこのヤリス用が一番厄介な製品かもしれません。なんといっても実写のライトポットがですね、パイプフレームにランプを6個固定しているだけの簡素なものなので、まあ、過去のラリーカーのような空力カルがないんです。今は実写も LED で小型化されちゃってるんですよね。これの再現が一番悩みました。ですよね。ランプ6個つければいいってわけじゃないし。パイプフレームなんてポリカで抜くとかわけわかんないですよ。まあ落としどころにいいデザインだと思います。電飾のリード線も隠せますしね。実写みたいにむき出しってわけにもいきませんし。塗り分けはランプの部分はサテンシルバーで、あとフレームや電装部分は黒です。しかしこれも結局試作品から大幅に型の回収をしちゃったんですよね。そうなんです。でも新しい方が作りやすくていいと思いますよ。最初のはいろんな意味で問題があったので。ありがとうございます。ということで、ざっと新製品のナイトステージを紹介してみました。次回はですね、もう少し突っ込んだ内容で、XB Pro のヤリス、これを装着してみようと思います。必要なものとか、細かい組み立ての説明をお送りする予定です。ヤリスは型が大幅に変更になったので、ちょうど製品版でのモデルが欲しかったんですよ。ですので、それを作る、まあ、ついでにね、その過程を動画にしますね。ということで今回はここまで。今回も長らくのお付き合いありがとうございました。次回はですね、XB Pro のヤリス、これを装着する動画をお送りしたいと思います。またよろしくお付き合いくださいませ。ではまた。